2024年9月29日日曜日日本時間30日 MLB コロラドロッキーズ対ロサンゼルスドジャースアットクアーズフィールド動画大谷翔平は道具も異次元だった元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁2024年のメジャーリーグもいよいよレギュラーシーズン終盤大谷翔平30の所属するドジャースはこの日のロッキーズ戦でレギュラーシーズン最終戦を迎える 3年連続通算22回目の地区優勝を飾ったドジャースが次に目指すのはワールドシリーズ制覇。そのため10月から始まるプレーオフに備えてレギュラー選手には休養を与えるのがセオリーとなっているが大谷は最終戦も出場を予定している。というのも今期の大谷はここまで打率310、54本塁打130打点。 58盗塁という素晴らしい成績をマーク本塁打王と打点王は頭角で打率3割もほぼ確実となっているが実は大谷打率トップを走るパドレスのアラエス27もうわずか4輪差と迫っているため最終戦の打撃結果次第では逆転して打撃タイトル3冠を獲得する可能性も出てきたさらに前人未到の大記録である50から50 に続き5 5 5 5にもあと1本塁打とリーチをかけている状況試合が行われるロッキーズの本拠地クアーズフィールドは打球が飛びやすいことでも知られ打者天国と異名をとる球場大谷も現地27日には54号本塁打を放っているなどその長打力を遺憾なく発揮しているこの他にも大谷はシーズン100長打にもあと1つと迫り さらにシーズン安打ン数200本にもあと4。